皆さんこんにちは。今回は iPad Air 第4世代の購入開封動画と、2ヶ月ほど使ってみて、買い替え前に使用していた iPad Pro 10.5 インチ2017年モデルと比較して感想をお届けします。私が購入したのはメモリー 64GB の Wi-Fi モデルで、最安モデルです。税込み価格が 69,080 円、Apple Care をつけると9,240円アップそこそこします。使ってみて不満であれば、最新のプロを買おうと思っているので、この、最安モデルにしました。相変わらず、この蓋は、開けにくいです。新しい Mac 製品を開けるときは、嬉しさと同時に多少イラつきますよね。以前のプロと大きな違いは、充電ケーブルが、Type-C に変わったことです。私の場合は、自宅での使用で、外に持ち出すことは、めったにないので、気になりませんが、持ち出し用として、使う方は、ちょっと不便かも。このシール、好きなんですけど、貼るところがないので、どんどん溜まっていきますよね。皆さん、どこに貼り付けてるんでしょうか。充電用のアダプターは、前のモデルの方が、いいですよね。なんだか安っぽくなりました。これが、Type-C のケーブルです。このモデルは、ホームボタンがないので、指紋入力のポジションが、電源スイッチに、内蔵されています。認識の精度が心配でしたが、その辺は問題なく反応してくれます。ただ、画面側についていないので、若干使いにくさを感じています。プロと比べると、縦、横のサイズの違いは、ほぼ変わりないので、気になりませんが、すぐに体感できるのは、重さの違いで、エアーの軽さは、すぐに実感できますよ。こうして見ると、プロが薄く見えますが、厚みは 6.1 ミリで同じです。プロはエッジが丸くなっているので、薄く見えますね。よく見ると、こんな感じの、形状の違いがあります。カメラはレンズが一つです。iPad で写真やビデオを撮る方には、広角レンズは欲しいところですね。私はカメラを使うことはないので、気になりません。チップは 64bit、A14 バイオニックチップ搭載なので、スクロールはかなり、スムーズですよ。こうして比べると、10.5 と 10.9 の違いは、かなりありますね。動画ばかり見ている私は、少しでも大きい方がいいので満足していますが、ここで大きな違いにショックを受けました。それはカラーの精度が、プロと比べると、大きく劣ります。これを見て、私は不良品じゃないかと思い、思わず Apple Care に電話をしたくらいです。黒の表現が薄く、驚きました。Apple Care の方が言うには、グラフィック関係のチップは2017年モデルのプロの方が、まだ性能がいいらしいです。これは私的には、かなりショックを受けました。こんなにカラーの違いがあるんですよ。並べてみなければ、気にならない程度といえば、そうかもしれませんが、安いエアーといえども最新現行モデルなので、4年前のモデルのプロと、違いはないと思っていました。よくよく考えれば販売価格に大きな違いがあるのでプロの性能が良くて、当たり前なんですけどね。結果から言うと、現在 10.5 のプロを使っている方が、このエアーに買い替えるのは、おすすめできません。画面が少し大きくなるだけですよ。私は今回の購入は失敗したと後悔してます。以上が私の正直な感想でした。それではこの辺で、またね。